時は慶長19年、家康のもとに馳せ参じた伊賀と甲賀両国の統領。そこで告げられるは戒めの解禁と命がけの代理戦争。伊賀の外交に人知を超えた忍法合戦が始まりを告げる。次回バジリスク甲賀忍法帳、創始創殺。わしの谷からは逃れられんぞ。なぜ生きておる。死をここに。ケルノスケ。